どうも皆さんおはようございます、こんにちは、こんばんは、リュウです。今回もデッキ紹介やっていきたいと思います。さあ今回は皆さんにですね、妖戦ロストトルネードならぬ妖戦インチキトルネードをねお見舞いしていきたいと、思っておりまして、妖戦獣フルモン妖戦獣です。ツイッターでね、あれですよ、 WCS2019 日本代表のマーさん、皆さんご存知ですか？ご存知ない方はですね、ぜひインタビュー動画かなんかをね、去年のやつ見ていただいて、私動画にしてますんでね、よかったら見ていただきたいと思うんですけども、マーさんがデュエルキングになりましたっていうことでツイッターに載っけてたのを、パック、リスペクトさせていただきまして、デッキ組んでおりました。インチキドローっていうスキル、皆さんご存知でしょうか？これ結構強いんですよね、今最近。サンダードラゴンとかによく採用されてるスキルで、これどういうスキルかっていうと、レベル5以上のモンスターが戦闘で破壊された場合、次の自分のドローフェイズの通常のドローが2枚になるよと。これと相性が非常に素晴らしいモンスターがいまして、これがですね、アーティファクトバジャっていうモンスターと、あとこれね、妖戦獣大山彦っていうモンスター。これなんでフルモンかっていうと、要はその妖戦獣って今までは罠カードをたくさん入れていて、罠カードでそのライフポイントを守るという、戦術だったと思うんですけども、この、バジュラと大山彦入れると全然死なないっていう、これどういう効果持ってるかっていうとですね、バジュラが直接攻撃宣言時相手のに手札から出てこれる、手札誘発ですよね。で壁になれるっていう、1900の壁になれるモンスターとして、で特殊召喚した時に魔法トラップ全部割っちゃうんで、自分のなので、自分のフィールドに魔法トラップがあるとちょっとめんどくせえことになるから、もうなしでフルモンっていうね。で大山彦は相手が攻撃宣言時に手札からこいつ以外の妖戦獣を捨てると特殊召喚できるよと。でこいつめっちゃ耐久力高いんですよ。こいつすげえうざくて、このカードが相手モンスターと戦闘を行うダメージステップ開始時に、このカードの攻撃力と守備力が、その戦闘を行う相手モンスターの元々の攻撃力と同じになると。だから要はこいつ守備で特殊召喚すると攻撃力がアップしていない、そのなんか装備カードを装備してたりとか、あと霊神の精錬貼られてたりとか、ダメージ捨てでアレイスター投げられたりとか、そういうのは無理なんだけど、そういうのがないと元々の攻撃力と同じになるってことは、守備で特殊召喚するとバイーンってなるんですよ。バイーンってなって無限に耐久できるっていう結構鬱陶しい壁になるんですよね、これ。だからこの壁で耐えながら、この長男とかでバウンスして、次男でダイレクトをかましていくっていうねデッキになってます。でアドバンテージを失わないように、このイズナムチ、これは他の妖戦獣がいるとワンドローできるんで、ワンドローしながらこういうね耐久カードを引いていって、で相手のめんどくせえなんかモンスターが出てきたらなんかひたすらにリリースしていくという、そういうね、ちょっと若干害悪チックなデッキになるんですけども、これ結構ですね、壁がやっぱ強いから、その相手のコズミックサイクロンとか腐らせることもできるし、魔法トラップねえからよ、結構うざいんだよね。早速ね、このインチキドローっていうこのスキルの強さご覧いただきたいなと思います。デュエルスタンバイ。さあお相手の方、デュアルハゲですね、よろしくお願いします。デュエルスタンバイ。これはワンドローしていこう。これイズナムチ結構強いんだよね。これ他の妖戦獣がいるとここでワンドローできるっていう、これ結構強いんだよね。ああちょっと防御度が足りない可能性あるけど、これ大丈夫かな。攻撃宣言時に出てくるんで除去されることあんまないんですけどね、このバジラっていうカードで。バジラがいるから迷宮作戦、あサブテラかな、バジラがいるから一応ライフ取りきれないだろうなっていうのと、あと次のターン戦闘破壊してくれるとそのあれがあるから、なんだっけ、あれインチキドローがあるんで、あそれ最弱じゃない、それ最弱なんじゃないの、それあれでしょ、アクアパッツァでしょ、アクアパッツァなんでしょ、それ一回ぶん殴りに行くか。カマニタチ召喚、カマニタチ召喚して効果多分決戦とか傀儡とかあの辺のカードかなと、セットカードはと私は読んでおります。で多分セットカードはアクアパッツァで、カマニタチ三男召喚して三男効果で
イズナムチでムチコウか他の妖精虫がいるとワンドロー。これでね無限に後までよし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 、いいぞ今んところいいぞ。ちょっと結成はめんどくせえな。結成はですね、あの元々の攻撃力を倍にしてくるんで、お山彦持ってきといてからのターン終了していく。で、山彦で、あ、ちょ、これ、捨てないといけないな、これ。捨てないといけないのか。これね、これが弱点ですね、このデッキ。手札増えすぎて捨てなきゃあかんっていう。まあ、1はいらないか。どうしよう。どうしよう。え、どうしよう。どうしよう。これでいいか。ミタチもいらねえか。ミタチいいか。ミタチ。ミタチ。でもこれ、ミタチだな。で、まあ、多分あれ、アクアパッツァなんですよね。おそらく。でパッツァは4000ぐらいになるんで打点が、まあ、だから一応ああ戦士 OK、 戦士 OK で両方殴ってくる感じか。決戦2枚だとめんどくせえな。まあいいや、とりあえずバジャー出すわ。バジュっていこう。守備表示で相手の直接攻撃宣言時、このカードを手札から特殊召喚し自分のフィート上の魔法トラップカードを全て破壊する。ちなみにこれであのギアタウンとかが貼ってあるとなんかギアタウンが破壊されてリアクタードラゴン出てくるとか、まあ、そういうコンボはできるんですけどね。一応で1900なんで意外と高えっていう守備、割と突破できないっていう。あ、そこに決戦は使わない。なるほど、そこに決戦、脳決戦と脳決戦をしていく。でバトルフェイズぶん殴られて、これがやられるのは別に全く問題ない。決戦ね、 OK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 、まあ、今使った方がいいかなと思うけど、どっちかっていうと戦士、はいはいはい。でこれでインチキドローですね。でこれは高速で、これは高速でラバゴ、これこれはマジ高速でラバゴ、高速で光の速度でラバゴ出して、はいはい、おーい。で1,2,3,4,5,6 枚 OK で、これで手札6枚なんで、あの何もせずにエンドして、であれですわ、次のあのラバゴのダイレクトは応援もびっこで耐えると。いました、これスーパー外役耐久ムーブ、ちょ攻撃宣言時、妖精獣大山彦の効果発動、自身を特殊召喚、そしてこのモンスターは相手と戦闘を行うダメージ計算時、そいつのもっともっとの攻撃力に攻守がなるぜ、バイーン無限の壁だ、無限の、あ、ラバーゴ戻す説あるな、これラバーゴ戻せ、いやでも戻さなくても別にいいや、あいつはほっといていいや、あいつほっとこ、これワンドローじゃね、これワンドローしよう、念のため、念には念を入れてね、あれがありますから、戦士引いてラバゴリリースっていうパターンがありますからね。でイズラムジでこれカイトロイドかなんか引いておきたい。天才、天才すぎ、天才すぎ、遊戯王うますぎ。でバトルフェーズ入って、でダイレクトぶちかましていく。で次もし甘えて攻撃してくるようであれば、あれですね、あ、今殴ってもよかったけど、まあいいや、あの大山美子は打点側攻守同じになるんですよ。だからこのままだと戦闘破壊されちゃうんですけど、こいついるでしょ、なんか1000アップするやつ、名前覚えきれねえや、辻切り風、辻切り風で1000アップすると、傀儡ね、はいはい、傀儡で、裏側守備のやつを表側にするか、クローラーを墓地からデッキに戻すと、裏側のやつを表にできるって、あ、なるほど。で大山ミコの効果発動してでオンにして、で3000なって、でダメ捨てでこれぶん投げてバイーってや思った通りに動いていくって草。さあお相手の方、あ、原生復帰ババアだ。最近はですね、あの墓所ババアっていうあだ名から、あの割とあの原生復帰ババアっていうのに変わってますか、最近は。この石たるとかいうこのクソババア、最近結構打点師がですね、まだ環境に居座ってまして、打点師まだめっちゃ強いんですよ、知ってます？ライトロード打点師っていうね、原生ライトロード原生復帰打点師っていう、マジでもう本当もういいよっていう、いつまで居座ってんだよお前みたいなデッキができてまして、とりあえずカマニたち行くか。めちゃくちゃ強いっていうね。もうほんまいい、もう、
マジで効果強すぎじゃない？ふざけんね、キモキモキモすぎ。狡猾とか狡猾とかマジキモいわ。マジこのカードキモすぎん。とりあえずまあちょっとあのバック除去ないんですよ。こっちのデッキバック除去1ミリも積んでないんで、あの受けるしかないんですよ。甘んじて、あーブラックマンションか、オッケー。なんか甘んじてなんかまあ、とりあえずそれはいいや。なんか甘んじてあの全てのなんかその伏せカードを踏んでいくしかないっていうね。いつだむちきすぎなんだよ、いつだむちきすぎなんだよ、いつだむちきすぎなんだよ。ターン終了。いつだむちはね、他の妖戦獣がいればワンドローできますけど、あの一人じゃ何もできないっていうのはすげえ寂しがり屋なんで、あの仲間がいないと何もできないんですよ、こいつは。あのお兄ちゃんがいないとね。こいつは何なんだ、4なんか。4男は本当にね、あの長男次男三男がいないと何もできんっていう、マジ本当やる気がないんですよこいつなんでちょっとまあ一旦ね、バジュラー、まあまあバジュラー OK。 とりあえずこのこういう感じでなんかその戦闘で耐久していくみたいな感じですね。でバジュラーを戦闘破壊してもらってインチキドローするっていう。で2体並べて起用もんだなら、あサイマジ、お前それは強えよ、それはお前強えよ、それは強くねえか。やべえ、殺しに来やがった。くそ、殺しに来てやがるぜあいつ。あ、つえー、あ、やばいやつできた、やばいやつできた。それは攻撃宣言に打っていいか。で、バジラこうか、守備だし、で、これで、殴れない。いや、1900だってやっぱ強いよね、守備1900っていう、これ強いんだよ。で、まあ攻撃ストップと、はい、オッケー。で、インチキドローオッケー。で、ダメして、カイトロイドでバーンってなって、耐えていく。で、次、ツードローだから、次、ドローして、たまにたち、大山びこ。なるほど。一旦ちょっと、サイレントマジシャンとかいうクソみたいなカードはもうマジでめんどくさいから、こうすんじゃん。で、エンドじゃね？あの、サイレントマジシャンさんは、自分の効果で攻撃力が元々の攻撃力より変動してるので、大山びこで耐えることはできないんですよ。それが一番めんどくせえっていう。で、魔導陣やって引いたようだな。ロット入ってないんか？ロットがあのそこに埋まってるパターンか？一生待ってろ。オッケー、バトル、いいだろ。で、大山びこの効果発動！時短じゃね。で、こうして、で、これで耐えていこう。これで無限耐久だ、いけー、大山びこバイこいつの耐久力めっちゃ高いんだよな。大山びこ来すぎ、大山びこ来すぎなんだよな。とりあえずワンドローするわ。で、イズラムチでワンドロー、よし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 。これはあれです、ムツゴロウさんです。で、マジシャンズロットの効果発動してイリュージョンマジックを手札に加えていく。さあそろそろでもブラックマジシャン出そうと思っても意外と出ないんじゃね、これ。アドバンス召喚しか今のところ手段ないんじゃない。で、攻撃宣言時にバイーンってなってで、攻撃宣言時にバイーンってなってじゃあこいつ強すぎだろ、こいつ強すぎなんだよマジで。これなんか攻撃力変動がないデッキに対して本当こいつだけで積みますからね。こいつ立てといたらもう一生突破されんっていう。効果読んでるな、今効果読んでるな、効果をしっかりと読むことだな。あ、また来た。で、大山びこで、あ、イリュージョンマジック、なるほど。イリュージョンマジックで、一旦、マジシャンズロットリリースして、ブラックマジシャンを回収していく。まあ、そうだね、アドバンス召喚がね、一応、まあ、手段ではありますから、アドバンス召喚で除去するっていう。で、3000になって、バイーンってなって、こいつ強すぎだろ。こいつ、キモいが強いな。で、まあ、またワンドローだけはさせていただいて、ワンドローだけさせていただいて、あ、なるほど。なるほど、最強だな。最強カード来た。で、これでまた、バジラとカイトロイドと、まあ、大山びこがあるんで、まあ、多分ほとんど死なないですよね。ほぼ死なない。まあ、ちょっとキャバロリーとかされるとまた、それはそれで
なんかめんどくさいことになるけど、キャバロリーはマジであの魂のラバゴするしかないかな、どっちかっていうと。で、黒の魔導陣の効果で大井のびこが除外されていく。まあ、それは仕方ない。おっと、殺しに来ております。殺意マシマシで殺しに来ております。ブラックワンシャンが出てきた。ブラックワンシャン来た。ブラックワンシャンが来た。あのナビゲートも腐らせてるんですよ。なんでかって魔法トラップカードがないんだよこのデッキは。魔法トラップ止めるらしいな、そのカードは。どうでもいいけどな。で、バジュラの効果で特殊召喚して、でこれで無限の壁。OK。いいぞ。いいぞ。で、カイトロイド一回ぶん投げて。おい。わー、おい、おい。もう一回来い。OK。で、おい。ほい。ほい。貴様に絶望を与えてやろう。貴様のフィールドのモンスター2体の魂よりにし、お前のフィールドに現れるさ、溶岩魔人ラバーゴーレム。スタンバイフェイズを宣言しよう、ババア。気持ちいいぜ。さあ、お相手の方、会話木馬選手、よろしくお願いします。デュエルスタンバイ。お、ハンドはなかなかいいぞ。ハンドはなかなかに強い。サイバネティックフュージョンサポート。何、マインゴーレムモンスター陣進化、どういうこと、どういうこと。あ、やばいの来た。あ、やば。あ、やっべ、それそれやべえわ。それはやばい、それはやばい、それはシンプルにやばい。これさ、召喚してもさ、全部の効果使えないんでしょ。召喚、これカイトも投げられないんだよね。だから、え、俺のデッキフルモンなんだけど。ちょっと待って、ワイのデッキフルモンなんやが、ワイのデッキフルモンなんやが。ちょっと待ってくださいね。こうするしかないのか、考えろ考えろ。これ召喚しても何も効果発動しないな。あー、なるほど。何しろか。え、これ突破する手段ある。え、ワイのデッキさ、なんかあのモンスターしか入ってないんですけど、ちょっと待ってくださいね。え、ちょっと、あ、やばいな。何も何もできないってやつか、これ。これまさか完封試合ってやつか。おいおい、何もできないぞ。どうなってんだ、どうなってんだ。何もできないぞ。なんだこれは、なんだこのゲーム、なんだこのゲーム。はっ、なんだよこのゲーム。神ゲーだな。